小倉競馬11レース、プサンステークスです。能力偏差値ですが、 B ランクが1頭、 C ランクが7頭のレースになります。これから能力偏差値上位の馬の適性分析を指数グラフで解説していきます。最後に適性を反映した予想印を公開します。指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定二重丸を打ちました能力偏差値1位4番の馬からです。前走黄色線を上回る指数をマークしています。能力的には連帯資格十分です。前馬比較してみますと、この馬の青色は他の有力馬と大差なく、混戦であることがよくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸、今回は1000メーターになります。行指数の前走ですが1000メーターでした。1000メーターは適距離だと思います。次に展開面を見ていきます。一攫通過順位はオレンジ色の四角になります。好走の前走は2番手からの競馬でした。3走前は、花を切っての競馬でした。先行逃げがいいタイプだと思います。ここで戦況6分析シートを見ておきます。一攫予想図ですけれど、逃げ馬が6頭、先行タイプが3頭います。ハイペースを予測します。先行勢には辛い展開だと思います。先行力で相当してみますと、この馬の先行力は80で2番手です。ここは先行できそうで、展開面のリスクは少ないと思います。次に開催場を見ていきます。開催場は指数の上の漢字になります。指数の上が、数字の場合は、当地小倉を表しています。前走は小倉で好指数でした。過去に遡ってみますと、同じ小倉で、まずまずの指数を出しています。小倉適性は高いと思われます。次に暫定丸を打っております。能力偏差値2、7番の馬になります。前走黄色線を上回る指数を出しました。能力的には先ほどの4番と同等だと思います。距離の方ですけれど、行指数の前走は1000メーターでした。1000メーターは問題ないと思います。展開面を見ていきますと、近2走は2番手からの競馬です。この馬の先行力ですが、69で4番手になります。ここは先行できない可能性もあります。ハイペースということも加味しますと、展開面はマイナス評価した方がいいと思います。次に暫定黒三角を打っております。能力偏差値3位10番の馬になります。前走2走前と黄色線上の指数をマークしています。能力的には上位2頭には劣ります。ただ連帯資格は十分です。距離の方ですけど、3走前の1000メーターではまずまずの、指数を出しています。昨年9月の小倉1000メーターでは、黄色線を上回る黄指数を出しています。1000メーターは適距離だと思います。展開面ですが、後ろからの競馬が続いています。差し足を指数比較分析シートで見ていきます。この馬の平均上がり指数は44でトップになります。差し馬からはこの馬を選びたいと思います。ハイペースも味方して、展開面はプラス評価していいと思います。このままレース間隔を見ていきます。レース間隔横軸一目盛りは2週間の一開催になります。今回は連投になります。2走前も連投しておりまして、その時は連投で指数を上げております。連投は問題なさそうです。
以上、適正分析を考慮しました最終予想印になります。本命20丸打ったのは4番です。能力偏差値トップの B ランクです。距離、レース間隔、対戦成績、上適性の面でも高評価しました。対抗丸を打ったのは10番、能力偏差値3番手で、距離、展開の面で高評価しています。ただし、対戦成績にはリスクがあります。馬券の方ですけど、20丸打った4番の一等軸、相手には、黒三角の7番、丸を打った10番、3着はその他印の入ったところから選んでください。